西堀ローサをね、端から端まで歩いていってみたいと思います。今西堀6番館っていう入り口にいるんですけど、おそらくこれが端なんだよね。西堀ローサで、これね、すごいのがね、この西堀ローサのね、地下街のショッピングロードのさらに地下に駐車場があるんだよね。地下駐車場が、すごい作りだよね。じゃあちょっと行ってみたいと思います。魅惑の西堀ローサ、もう昔は栄えたんだろうね。ここからスタートだ。レコード屋さん、古着屋さんかな。こんな感じになっちゃってないのかな。トイレがあるね。ブティック。ああ、いろいろ工事始まっちゃってるな。地下街のね、西堀ローサの地下街のさらに下に駐車場があるの。昔はここら辺周辺の憩いの場だったかもしれないね。ここが噴水広場だ。もともと噴水があった場所。今ないけどね、噴水が。もうね、真ん中にね、噴水があったらしいよ、ここら辺に。昔は。ここは噴水でこう水溜まってたんだよ、きっと。この縁がね、多分水の止めの縁なんだよね。まあ、これは後から付け足したんだろうけど、このスロープは。ね。人はいないからね、落ち着いてね、ショッピングはできる。あっちこっち工事してる。あっちこっち工事してる。
高知の人しかいない。高知の人の人間の方が多い。ああでもこの西堀労作も時間の問題なのかな、もう、うん、まあそんなような気がする。残してほしいよね。あ、これでおしまいだ。ここでおしまい。西堀労作ね。こっからさ。この辺ぐらいからこう入ってきて、ずーっとこう歩いてたんだよね。で、おそらくこれが、噴水がある場所。で、これからこうずーっと回ってきて、今こうと。全体像がこう。で、これが、地下の西堀労作通り。ね、都の。一応そういうことです。